はい、おはようございます。今日はですね、本当は連休なんで、丹沢の小屋泊か雲取山にですねテント泊行く予定だったんですけども、ちょっと会社で風が流行ってて移ってしまって、体調が厄介なことになってしまったので、近場っていうか高尾山のですね下柱、まあ、以前から見に来たかった高尾山の下柱を見に行きたいと思います。それで行きましょう。イエーイ。ちなみにですね、うちの子はカム柄が好きでね、こんなことだったらズボン黒とか違う色にすればよかったですね。もうこれじゃん、ほんとブッシュクラフターみたいで、ピンクがなかったらちょっと本気かよって感じですね。今日ちょっと調子悪いね。僕がね、もう無理しないでケーブルカーで行って、目標はもみじ台の方です。行ってきます。はい、8時半です。ケーブルカーすごい混んでたんで、全然撮影できませんでしたけども。雲取り見えるって。雲取り見えるの？どれ？うん、あ、本当だ。八分目もそうなのかな。日光し、雲取りはね、こっちの方らしいですね。こっちの方。見えてる？うん、見えてる？これが映らないんだね。うん、手前の。あれなんだ、あの見えないんだな、これが。うん、しょうがない。陣馬山まで行きたいところですけどね、とりあえず行ってみましょうか。下柱踏んだとこいっぱいありますね。ただ今日に来た下柱はこれじゃないんですね。8時50分です。もうね、楽できるとかどんどん楽しましたよ。女坂使ったりね。もうちょっと何だって手を触れるって言ってたのに、手を、本当だ、手の形してるね。誰の位置だ。誰の位置でしょう。はい、天狗とカラス天狗がいますね。はい、カラス天狗です。カラス天狗が修行して、偉くなるとあっちの本当の花の高い天狗になるらしいです。こっちは修行の実らしいですよ。さっちゃんも修行中。開運ですね。暑くて脱いだの？いや、いいね。うん、土の上やっぱ歩きたいよね。うん、はい、9時11分です。頂上到着。3回目。
止めなんてどうなの。ガスガス。昼畑。昼畑に行きたかったね。小屋博でね。あれ、あの隠れてるのは大山。そうだね。本当は大倉尾根で遠野岳行って丹沢山、そして昼ヶ岳小屋泊で、それで遠野岳戻ってきて。ヤベリさんっていう小屋泊も考えてました。転ばないよ。うるさいよ。なんか見れるかわかんないですね。ちょっとそんなに寒くないですね。もしかしたら見れないかもしれないです。もみじ台の北側の巻き道に来ました。なんかね、霜柱がね、今日は冷えが緩くて、昨日のがちょっと残ってるぐらいで溶けかかってるという情報を今得ました、奥に行ってもないということです。この手前になんかあるそうなんで、ちょっと探してみます。はい、霜柱発見です。あ、やっぱ溶けかかってますね。残念ですけど初めて見ました。すごいですね、花のようです。何ある、これすごいですね。茎とかの毛穴からこう水が染み出して、それがどん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 エビの尻尾のように、あの、そいつ成長するとこうなるらしいですよ。触っちゃダメだよバカ、ダメだよ触っちゃ、絶対ダメだよ、不思議だね。もっともっとあるんでしょ。本当ね、もうもっと真っ白くてね、綺麗だし。はい、じゃあもう今日はね、稲荷山コースで速攻下山したいと思います。また今度ね、体調のいい時に行きたいと思います。下山してるだけなんですけどね、この尾根伝いに歩いていく感じが思いのほか楽しいです。登りはね結構長いんで、登りごたえがありそうですね。はい